88年から2007年までアイルランドダブリンにあった劇場。別名はポイントデポ、ザポイントでコンサートやイベント会場として使われ200万人以上が利用した。ダブリンドックランズ地区リフィー川沿いのノースウォールふ頭に面して立地していた。劇場は2007年夏に大改装のため閉館し2008年にザオーツーとしてリニューアルオープンした。 改装前8500席だった座席数はザ・オーツーとしてのリニューアルオープン後14000席に増加したその後オーツーアイルランドがスリーアイルランドに買収されたことに伴い2014年9月にサンアリーナへ再解明されているポイント劇場は座席構成の柔軟性で知られていたミュージックホールとしての利用だけでなくスケートリンク ボクシングリング、会議場、展示場、レスリングリング、劇場、オペラハウス、サーカスの興行などに用いられている。1990年代にはサンドユーロビジョンソング、コンテストが開かれたほか、1999年には MTV ヨーロッパミュージックアワードも開催されている。劇場の外に飾られていたロケット、ポイント劇場の建物は、 隣接する港の輸送のため、1878年に鉄道駅として建設された。このため鉄道関係者の間では、ポイントストアとしても知られている。数年の放置と不使用を経た後、1980年代終わりに、地元の開発事業者で、アポロリージャー所属のハリー・クロスビーによって買い取られ、バルコニー、オフィス、舞台裏設備などが整備された。 改装前に U2 はアルバム、魂の叫びの2曲目、バン・ディマンズ・ランドをこの建物で収録し、同盟映画中では、バン・ディマンズ・ランドとディザイアーの1シーンで、この劇場が登場している。ポイント劇場は1988年にオープンした。コケラ落としは、ヒューイ・ルイスザ・ニュースの公演で、メリッサ・エセルリッジがサポートアクトを務めた。U2 は、 ラブタウンツアーの終盤、1989年12月26日から31日にかけて、この会場で4夜公演を行った。12月31日のコンサートは、ラジオ放送で世界中に生中継され、後に iTunes で公式オンラインリリースされている。この劇場は、1994年。 1995年1997年の3回、ヨーロッパ中で数百万人が視聴したユーロビジョンソングコンテストの会場に用いられ、このコンテストのファイナルを3度開催した唯一の会場になった。またリバーダンスは1994年のユーロビジョンソングコンテストで幕愛に演じられたのが初演である。1996年5月11日には、 スマッシングパンプキンズのコンサート中に、17歳のファン、バーナデット・オブライエンが圧死する事故があった。ボーカルのビリー・コーガンは、ファンたちに大死怪我人が出ると警告していた。事故の後ベーシストのダーシー・レッキーは、バックステージで、女の子が一人死にかけてるの、助けられる人はいないと呼びかけたという。この日のショーは中止され、翌夜に予定されていたベルファストでの公演も、 彼女の死を痛むため中止された。アイルランド警察は劇場に設置されたバーが寿司詰めの会場でどうして開いていたか調査すると発表した。1999年の MTV ヨーロッパミュージックアワードはポイント劇場で11月11日に開催された。ローナン・キーティングがホストを務めた夜にはマラヤ・キャリー、ザ・コアーズ、 ホイットニー・ヒューストン、イギー・ポップ、マリリン・マンソン、ブリトニー・スピアーズなどのパフォーマンスが行われた。このショーのプレゼンターには、アリシア・シルバー・ストーン、ミック・ジャガー、ピアース・ブロスナン、カルメイ・エレクトラ、エル・エル・クール・ジェイ、メアリー・ジェイ・ブライジ、イギー・ポップ、ファン・ラビン・クリミナルズ、デズリー、ゴ・アイブ、クリスティーナ・アギレラ、デーモン・アルバーン、ジェリ・ハリウェル、ゲイリー・バーローラが務めている。 この年の最多受賞は、ブリトニー・スピアーズの Baby One、ベイビー・ワン、モア・タイムによる、最優秀女性歌手賞、最優秀ポップ音楽賞、最優秀新人賞、最優秀楽曲賞の4賞受賞だった。ボーイゾーンは、アルバムバイ・リクエストで、最優秀英国アイルランドアクト賞、最優秀アルバム賞を受賞した。閉館とリニューアル前の最後のイベントは、 2007年8月25日に行われた地元出身のボクサーバーナード団によるボクシングの試合だった。プロモーターのブライアン・ピーターズはこのキコマルチネス相手のヨーロッパ王座防衛戦をボクシングに特化したダブリンのナショナルスタジアムからリフィ川沿いのこの劇場に移した。団がヘビー級の前チャンピオンであるレノックス・ルイスが持っていた。 この会場の入場者数記録を破っていたためである。フランク・シナトラは、1991年10月9日から11日にかけてこの劇場で公演を行った。カイリー・ミノーグは、アルバム、あなたも M、M を引っ提げた、ヨーロッパツアーの一環で1991年11月に、公演を行い、この時の様子が翌年 VHS としてリリース、されている。 2005年5月には、ショーガール、ザ・グレイテストヒッツツアーで、14年ぶりに、同劇場での公演を行った。彼女は、ダブリンで6夜公演を行ったが、これは、彼女が乳がんを告白する数週間前のことであった。アイルランドのバンドウエストライフは、ウェア・ドリーム・スカム・トゥルーツアーの一環で、2001年3月19日から、同3月31日まで、 この劇場を舞台に13夜連続公演を行い、記録を樹立した。1992年6月19日、デフ・レパードは、ポイント劇場で、ヨーロッパツアーセブンデイ・ウィーク・エンドツアーを開始した。このショーは、デフ・レパードが、アメリカ・カナダ以外で行う、初めてのセンターステージ公演だった。ステージは、アリーナの中央に設置され、ステージのどこにでも移動できる。 回転式のドラムキットやロケットの最中観客の間を縫うように照らす照明装置が目玉になった。この公演は国際公演で史上初めてセンターステージ公演を行ったものになった上スティーブ・クラークの死後加入したギタリストのビビアン・キャンベルにとって初めて行ったフル公演になった。ミルバーナはアルバムネバーマインドを引っ提げた1992年の ヨーロッパ歌詞ツアーを1992年6月21日にこの劇場で始め満員の監修を前に演奏した。1992年11月30日、フェイスノーモアは L7 をサポートバンドとしてこの劇場でライブを行った。フェイスノーモアは同年5月にガンズローゼズのサポートとしてスレインコンサートに登場している。ポイント劇場は 1994年のユーロビジョンソングコンテストでリバーダンスを世界に発信した劇場でもある。オアシスは1997年12月3日から5日にかけてビーヒアナウツアーを行い、チケットは3日連続で完売した。4日5日の公演ではリアム・ギャラガー不在のためノエル・ギャラガーがリードボーカルを務めた特質的公演となった。 オアシスは2005年12月にもポイント劇場で公演を行っている。この公演の様子は一部が2007年のローキュメンタリーロードドンとスローミーダウンに収録されている。1996年6月27日にはマイケル・フラットレイのロード・オブ・ザ・ダンスがこの会場で初演された。スパイス・ガールズは1998年の スパイスワールドツアーの一環で同年2月24日25日に2公演を行っている。ニールダイヤモンドは1999年2月にポイント劇場で6公演を行った。この劇場は1999年の MTV ヨーロッパミュージックアワードでホスト会場となりローナン・キーティングがプレゼンターを務めた。2003年には ラッパーのエイコンが8000人の聴衆を前にスクリームイベントを行った。このイベントでは MVP と DJ ランキングがサポートを行った。50セントが2003年にポイント劇場で行ったパフォーマンスは彼の映画ゲットリッチをアダイトラインで一瞬だけ登場する。2004年5月8日、シェールは自身のツアーリビングプルーフザフェアウェルツアーのヨーロッパ編を この会場からスタートさせた。ブリトニー・スピアーズのツアーザ・オニキスホテルツアーはポイント劇場史上最大の客入りとなった。彼女は2009年夏に改装後の劇場ザ・オーツーでツアーザ・サーカス・スターリング・ブリトニー・スピアーズを行っている。同じく2004年には パンクロックトリオブリンク182が12月16日に4年の休止期間前最後となるショーを行った。プランクシティは2004年12月28日から30日の3日間と年をまたいだ2005年1月4日5日に再結成コンサートシリーズの一環で公演を行った。2006年8月23日、パールジャムはヨーロッパツアーの皮切りとして ポイント劇場で6日間の公演を行った。スレインコンサートでの演奏に先立ち、彼らはレディングリーズフェスティバルに出演する予定だったが、ポイント劇場がツアーの始まりにふさわしいと考えて場所を変更した。コンサートの様子は英国アイルランドでラジオ放送された。マクフライは2006年にポイント劇場でライブを行った。ケルティック・ウーマンは 大成功した北米ロングランツアーに引き続き2006年2月にポイント劇場でアイルランドデビューコンサートを行ったアイルランドでのグループ初活動は正確には同じダブリンにあるザ・ヘリックスで行われたがポイント劇場での公演は北米を魅了した劇場公演がアイルランドでお目見えするとして注目された JZ も同じ年に公演を行っている トゥールは2006年にアルバム1万レーズツアーで3度目のアイルランド公演を行った。マストドンはこの公演のサポートを務めた。トゥールの公演は2001年の SFX センター公演2002年に計らずもオズフェストの宣伝となったパンチェスタウン競馬場公演以来のことである。ポイント劇場は数々のライブレコーディング会場として長年使われ、 様々なライブアルバムに登場した。2001年3月19日にリリースされたデビッド・グレーのライブパフォーマンスビデオ、デビッド・グレー、ライブは1999年12月に行われ、チケット完売となったポイント劇場でのアイルランドツアー先集楽を収録したものである。デビッド・ボーイは2003年11月22日から24日まで、 この劇場で開催され、二度の満員工業となった公演を、ア・リアリティツアーとしてリリースしている。REM は2005年2月26日27日に、この劇場で行った公演を、REM ライブとして CDDVD の2枚組で発売している。ブルース・スプリングスティーンは2007年のアルバム、ライブ・イン・ラブリンを、 2006年11月17日から19日にかけてライブロックオンしている。ベル X1 のライブアルバムツアーでフロックは2006年12月1日に行われチケットが完売した公演を収録したものである。この劇場はザコアーズのドキュメンタリーホームにもツアーボロードヘブンツアー中のサウンドチェックシーンで登場する。ポイント劇場は 地元のボクサーバーナード団が、エブ・スーパー・バンタム級王座防衛をかけて、キコマルチネスと戦った試合をはじめ、様々なボクシング試合の会場になっている。レノックス・ルイス、ナジー・ム・ハメド、スティーブ・コリンズ、ウェイン・マッカラーなどもこの会場で試合を行っている。この劇場では、WE のスマックダウンや WWE、ローなどのイベントが何度も開催されていた。 ポイント劇場はサウンドコントロールや視界の欠点を指摘され続けていた。カウンターやトイレにはいつでも長蛇の列ができ、これは女性用で特に深刻だった。ありがとうございます。